セブンアイホールディングス蘇合、西部蘇合蘇合千葉店、オーロラモールジュンヌオーロラモールジュンヌは、千葉県千葉市中央区にある、ショッピングセンター。正式には、蘇合千葉店、オーロラモールジュンヌで、蘇合千葉店の別館になる。オーロラモールジュンヌと隣接する蘇合千葉店とは、4階と、地下1階よりつながっている。内部骨肖は、ジュンヌ館。千葉新町地区。 第2種市街地再開発事業における建物名称は、センシティパークプラザであり、そごうちば店、センシティタワーと合わせて、センシティを構成する。かつては、そごうちば店の別館、そごうリドー館と称し、地下1階から2階は、コリドーモール専門店街、3階から4階は、そごうちば店の子供服、おもちゃ売り場、スポーツ、文具売り場だった。そごうが、 民事再生法を申請した後、西部百貨店と経営統合して、ミレニアムリテイリングの参加となったことから、全面改装することになる。それまで施設として不明確であった、戦略、コンセプトを、若者をターゲットとする、ライフスタイル専門店と、明確化して、西部百貨店が展開していた、オーロラモールを祖号として、初めて展開することになった。 2005年10月23日に、オーロラモールジュンヌとして、新装開店した。当時、流星だった109系ブランドを多く集め、若い女性をターゲットに集客する。2017年9月15日には、営業面積1万6000平方メートルのうち約7割を、占めていたファッション領域を約4割に圧縮し、こと、体験などのサービス、ビューティー、食、 生活雑貨などの分野を拡充する全面改装を実施した。改装後には1階旬のファッションと食のマルシェ、2階綺麗を作るビューティーフロア、3階こと消費型体験フロアに生まれ変わり、六角形のフロアの形を生かし、放射状に重機を配置、各フロアを一つのセレクトショップのように買い回れるようにした。こと消費ではカーツスタジオ、 商業施設発の卓球スペース、コワーキングスペース、クッキングスタジオなどを誘致、サービスでは、ショッピングウィズドリンクと銘打ち、店内で購入した飲み物を片手に買い物が楽しめるようにし、休憩スポットを随所に置いている。また、小さな子連れの女性のために一時預かり専門宅実証、ママズスマイルも開設する。改装と同時に、ロゴも一新され、 オーロラモールの故障は基本的に使われなくなっている。1階正面玄関脇には、ベーフムのサテライトスタジオ、ジュンネブースがあり、2016年9月まで毎週、日曜夕方に、祖母落ち葉店、オーロラモールジュンヌプレゼンツジュンヌカフェの公開性放送が行われていたほか、毎週土曜日には、ジュンヌブース DJ によるオーロラモールジュンヌ館内向け放送も行われている。 また、上階の5階から17階は、立体駐車場のオーロラシティパーキングになっている。駐車場は、高層と低層階に分かれていて、エレベーターも3機ずつある。11階以上は、高層階となっている。周辺の商業施設は、ペリエ・葉、シ C ・ワン・ミオなどがある。ありがとうございます。